HKT 指原莉乃対 LGT 柏木由紀の絶対に負けられない頂上決戦。お願いしますよ。もう非常にシンプルです。正直マリオカート Wii はよくやってたので自信あると思ってたんですけど、思ったより難しそうで。私たちの知ってるやつじゃないよね、これ。そうね。って言って2人とも必死にね、安全なハードルを下げていますが、難しいもんね、これね。指原がマリオ、柏木がヨッシーを選んでレーススタート。どっち私が上 B。 よっしゃ、緊張する。緊張するね。スタート。まずヨッシーがうまくスタートを決めていった。ただマリオ持っていく。あっと、指原さん壁にぶつかっている。柏木が残り1周に。果たして勝負の行方は。マリオカート頂上決戦、デッドヒートのまま残り1周。ヨッシーが見えた。ヨッシーが見えた。ファイナルラップが入った。ヨッシーをファイナルラップ。まだ終わってないの。指原さん見せ場を作ってほしい。後輩の前でも見せ場を作ってほしい。いけるいける。ゴール余った。背中が見えた。もう G1 のレース見てるぐらいこう盛り上がっちゃって。悔しい。Wii より難しくて難易度が高くてもっとやりたくなる。そうなの。だから捨てたもんじゃないですよね。捨てたもん。我々の青春。誰も捨ててねえよ。勝手にしてんじゃねえ。というわけで今回は HKT が勝利。じゃあいただこうかな。もう食べてる。早もう食べてる。うん、美味しい。マリア美味しい。よかったね。どう、ちょっと山田。あ、なんで泣くの。山田さん、だって1000円あったら洋服買えるもん。買えないよ。どういうこと。一生食べれない。1000円のイチゴ。だいだい、ゆきりん買ってくるから今度。うん、買ってくるね。3個食べたい。なんで3個。欲張り。